とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を使っていこうと思います。これシメグだね。黄金のシメグなんだけども、スキルが素晴らしい。衝撃波が黄金スキルでついてます。そしてエンチャントで、旋風でしょ。で、ここが輝き。で、雷。素晴らしいね。雷、衝撃波、旋風。攻撃スキルがもりもり入ってて、で、さらに輝きまでついてるっていう、素晴らしい装備。ギフト済みって書いてあるでしょ。そうなんですよ。もらいました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。早速ね、この最高の締め具を使っていこうと思います。それでは早速、行ってみましょう。それでは行きましょう。多分ね、バランスはね、一番いい。バランス一番いいと思う。で、もっと火力出したいなら、輝きのところを、クリティカルだね。クリティカルにして、弓の流れ込む魂とか、もしくは 6% 吸収で、回復していく感じが、攻撃力最大としてはそれなのかな。まあ、ただ、やっぱ輝きがね、合うんだよ。この締め具には。締め具にはもう輝きがもう最高にマッチするんで、全然こっちがいいだろうね。回復力が半端ないぜ。いいわ。久しぶりにね、締め具使いました。久しぶりに使った。やっぱいいね。締め具はやっぱりいいわ。こうガーッと減らしていくのが、やっぱ気持ちいい。まあ、ボスに対してもおそらく、かなりのダメージ与えれるんじゃない。まあまあ、もともとは俺これをね、別の装備だけども、よく使ってたんで、間違いなく、威力としてはもう最高峰。だよ。わあ、めちゃくちゃいい。で、今回、ちょっと待って。古代人は何パーセントだ？あ、何パーセントじゃなかった。どれぐらい出そうだ？お！チェストが18に、シークレット3。これは、いるね。これはいるんじゃない？おっと！いきなりいた。でもここか。辛いんだよね、ここは。まあまあ、とりあえず、いつも通り向こうに呼び込みましょうか。それがいいわ。しゃ。はい、来なさい。来た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 。いいね、いいね、いいね。ちょっと待って。ちょっと待って。そうだった、そうだった。変更ついてないから、弓矢のダメージがもろにビシ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 来るんだったな。そうだったわ。やっぱまあ、その時その時によって、装備品を変えながら行くっていうのが、やっぱ一番ベストなんだろうね。もう俺もだいぶ、いろんな装備出来上がってるんで、それをね、もう毎回着替えて、装備を変えながらやっていくっていうのが、まあ一番いいだろうね。まあ今ボスもね、これで倒すんじゃなくって、スポンジストライカーか。あれ使ってやれば、もうワンパンだから、まあツーパンだけど、そういう戦い方を、まあ今後はやっていってもいいんだろうね。もうオールマイティに全部いけるやつっていうのも、まあ重要ではあるんだけど、まあ付け替えて、ここにはここっていうような、そういう装備をしていくっていうのもいいよね。まあ、とりあえず先に進んでみましょう。まだまだいるでしょうね。あとね、このコメントでもらって分かったんだよね。ここ敵と戦わずに、ここに入るじゃない。で、俺が出方が分かんないって言ってたのよね。こういろんな人にね、ここは教えてもらったんだけども、ここあれだね。この、チェックポイントに戻るをすれば、
出れるんだね。はい、戻ってきた。なんでここの強制戦闘は本当に無駄だっていうことが分かった。本当ありがとうございます。まさかチェックポイントに戻るをするとはね、思いもしなかった。まあ、これで、あそこはもう、二度と戦うことはないでしょう。まあ、戦ってね、レベル上げするっていうのもいいんだけどね。またここ?もうここはもういいよ。本当に。もう分かったから、ここは倒せるっていうのが。ここは分かりましたから。よし、OK。お、どこだ?おお。全然見えない。よし、危ねえ。倒した?全部倒したね。あ、まだか。はいはいはい。他のやつ出てほしいな。あれ以降は出なかったね。まあ残念だけども、まあこの武器の性能は分かった。これはね、使いやすい。むちゃくちゃ使いやすい。火力出るね。火力出る。まあまあ、とりあえず見てみましょう。最後のね、ご褒美を見てみます。フロストサイスか。あー、なるほど。いや、いらないかな。うん。悪くはなさそうだけど、もともとのね、この武器性能があんまり良くないので、いらないとしましょう。次もいりませんね。おっと、これもいらないか。どうしても探検はね、あんまり、性能がよろしくない。月のダガーはまあそこそこいいかもしんないけどね。黄金スキルで重力ついてるのはいいんだよ。ちょっといまいちかな。ちょっと考えましょう。お、スーパー、お、あー、いやー、よくない。いらないね。ダイナモか。いや、悪くないよ。いや、よくない。よくない。一番左のエンチャントが全然よくないわ。はい、次。骨の弓か。いやー、よくない。ダメだね。今ね、探してるのが、アーティファクトチャージと、バーストボーストリングがついてるやつ。まあ、それに、プラスアルファで、ダイナモがついてるやつか。なかなか、ピンポイントで狙うと難しいね。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。